1>, えっと1分動画ができていますのでまずそれから見ていただきたいとこういうふうに思います皆さんこんにちは今日のテーマは「祈りきしたがい」「予言」を通しての語りかけです神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます予言もその方法の一つです予言は 精霊がクリスチャンに言葉を与えてその人を通して直接語る言葉です予告だけでなく神の教え指示愛裁き約束など神様の言葉の全体を預かって語りますだから予言ではなく予言なのです現在予言に対する意見や考えは様々ありますが聖書には予言をないがしろにしてはいけませんまた御霊の賜物 特に予言することを熱心に求めなさいお始めとし予言の重要性が明記されていますしかしここで重要なことは予言を聖書の指示通りに使うということです聖書の指示通りに使う方法とは 1. 予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる 2. 語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです これらをしっかり守って用いていくならば予言は神様の見心をより早くより正確に聞くための強力な祝福の手段となるのですそれではまたえっと新約時代は信仰が中心になるんですがじゃあこの信仰っていうのは一体何がポイントなのかっていいますと,、えー、っとロマン書の4章に出てくるんですね えー、これはですねアブラハムの信仰を通して信仰のことが語られてるんですねですからアブラハムの信仰が一つ信仰の土台であるとこういうふうに考えられますでその信仰の土台は何かっていうとアブラハムが神様に聞き従ってそしてですね祝福を受けたことですですから聞き従うことが信仰の中心である 信仰の具体的なあれを聞き従うことだって言った方もいらっしゃいます。これそうなんですね。そして私たちが聞き従う時にどういうことになるかっていうと神様の計画の中に入るんですよね。神様はね私たちに祝福を用意してます。ですから祝福のフィールドの中に入っていくということになります。具体的にね。でもし聞き従わないならばまあこれ普通の生き方なんですけどこのフィールドの中に入らないんですね。 ですからね祈ったりまた感謝したりして時々主の祝福を見ますが主の素晴らしい祝福の全体は見ないとこういうことが起こりますですからえっとまあ祈りはすごいんですがじゃあ祈りはいいのかっていうとダメなんですね45時間祈ってて祈りの答えが何もないっていう人もいましたどうしてってこの祝福のフィールドに入ってないからですね具体的にね それからまた、あそこでも言いましたけどもえっと東京・梶島でも言いましたけど断食しててねえっと私ね断食苦手なんですよねと,ところがねすごい人が何人もいるわけで40日間断食したって結構ねあっちこっちぽつぽついるんですねも,もちろん祝福を受けてる方もいるんですが40日断食して何もないのっていうのもいるんですね <laughs> ええって。 ね、40分にし断食するだけでも尊敬しちゃいましたけどねじゃどうして、ね、だって断食って祈りの究極のポイントでしょでこっちに入ってないからだから皆さん金振りしたんですねか感謝してもそうなんですねですからこれが一つ大きなポイントであるということをねどうぞ覚えておいてください私たちがですねでいろんな奇跡が起こってる第一の理由は聞き従ってるから で皆さんが人生における祝福されるでも第一の理由は聞き従うということねこれが一つ大きなポイントなので聞き従うということね熱心に求めておいてくださいそして聞き従うときには見事を通してとかね祈りの中で思いの中にとか摂理とか、まあ、いろんな形でこう示されますが予言はその働きの中の大きなポイントです ですから、えっと、予言を通して、ね、よりクリアにはっきりと、えー、神様が示されるということがあります。しかし、これはあの私たちが、ね、聞き従うという信仰の土台をしっかりとさせた上での話ですよねで。その時に予言を通しての言葉を通して私たちは指示を受けるということですね。えー、そして、この予言に関しては、えー、っと吟味が必要です。吟味はあのご自分でやってくださいね。 ご自分ででやるんですねそして、えー、っともしそれが正しいならば、えー、従うことを、ね、お勧めしますねそこで主の素晴らしい栄光と技が表されていると,、えー、っと今、えー、っとリバイバルが起こり始めてるんですが、まあ、リバイバルの基本は皆さんに聞き従うことですなぜならリバイバルは神の計画だからですねそして今、えー、世界に起こっているレバリバイバルの、えー、記録を皆さん見ますとね一つのことに気が付くはずです それは何かというと聞き従っている群れがリバイバルに預かるという働きですねまあ大きくなっちゃうと何でもかんでもいろんなことが起こり始めますけどもねですからそれが起こってくるとですから皆さんの人生においてもそれですそしてですね皆さんがたとえねあのバカであったとしても <laughs> どんな失敗があったとしてもあるいはえどんなマイナスがあったとしてもしかしねそれはねひっくり返るんですね 最善を皆さんは失っておりませんで最善はどこにあるかっていうと神の計画の中にあるから主に従ったらここれはですね皆さんのうちに最善が起こりますそれまでにねどういうマイナスがあろうともねマイナスも主に従ったら益になるって書いてあってこれは単に書いてあるんじゃなくて実際上の問題ですよねですから聞き従うってことはね重要な意味合いがあるということをねどうぞ覚えておいていただきたいと思います。 それでえっと白馬の映像がありますのでそれを見ていただきたいとこういうふうに思います。 Wow. つかぬ間の命と永遠の命と交換するのは意味のないことですお武家様もどうぞキリシタにおなりになってください一番毎晩のように。 彼らとの交流は庵祐少将や松山常次郎代議士といった政界にも はいどうもありがとうございます。白馬スネルゴイキャンプがえ3月のえ1日から3日まであります。特別な霊的なえ集会なのでねぜひ皆さんえとその霊的な祝福を失わないようにしておいていただきたいと思うんです。ねねそしてこの前身はです、ね 新井先生が始められたスネルゴイおよびスネルゴイキャンプです。でこれはあの道路舎を立て上げるっていう目的で始めたんですが当時初めてカリスマが入ってきたんですよね。ですからそのカリスマの働きを広げるという大きなポイントとして用いていただい,いただけじゃなくて日本のキリスト教会をね変えるそしてリバイバルに導くポイントがあるっていうことね。 私は、ね、非常ににく感じました具体的にねですから普通の、えー、と集会ではないということを感じましたし講師も大川先生とか中川先生とか非常に、えー、今日本の中心で活躍されておられる方々がいらっしゃってねそして特別な祝福を受けたんですねそしてですねネを始めたあの白馬キャンプを始めた時に師匠はねこの続きということをおっしゃっていて。 そしてスネー越えの目的というのは日本におけるリバイバルと全世界における働きなんですけどもそれを継承するというふうにね神様が語ってくださっているということをね非常にあの強く思っていますですからえっと今ね素晴らしい祝福を受け始めてだいたね一つはね皆さんは分かってないけど300人600人集まるあのキャンプなんてね日本ないんでそれだけでもすごいんです ね、だから皆さんがい子から落ちるほどのキャンプなんで,でお大川先生の奥さんも言ってましたもんねなんて言ってたのかっていうね、えっとね「有名な講師なしでこんだけ集まる」って「<laughs> 有名な講師なしなんですよね <laughs> で」驚いておられましたね、まあ、それ自体が神様の素晴らしい技なんですがそれとともに「白馬」っていう言葉ですよね 黙示録は白馬から始まり白馬で終わるんですね。最初の白馬はリバイバルのキリスト、最後の白馬は再臨のキリストですね。でこれは偶然ではないということを非常に強く思います。なぜなら、まさに我々がやろうとしていることそのもの、ずばいだからですね。しかもね、あの神様のやることを見てて思ったのは、最高を与えてくださいました。 ですかから、えーっとね、なんか白馬のキャンプに来て普通の一般のキリスト教キャンプに来てがっかりした人がいるらしいですね。で、えー、っと一般のキリスト教キャンプが普通なんです <laughs> ネズミが走りね、ゴキブリが走り <laughs>、そういう感じですよね、具体的にね。ですから、主の,、えー、の与えてくださる環境っていうのは素晴らしいと思いますね、最高ですよね。しかもそれだけではなくて えですから皆さんの中にもいろんなね祝福を受けている人いると思うんですねその霊的なことの祝福はもちろんとして例えば私はね「谷間のともし火」っていう歌が好きだったんですね「たそがれのともし火はほのかにともり」って,ってねこれねもう小学校中学校高校大学と歌い続けたんですねそしてねそこに行きたいなと思ったんですねでこれは白馬の歌なんですね 暮れゆくは白馬か、穂高は鐘よ。にれの木のほのじろき影も薄れゆくってんです、皆さん。山小屋でしょ、皆さんね。私ね、そこにね、えっと、のめり込んでたんですよね。そしてね、ああ、ここに行けたらいいな、とね、ずっと思ってたそしたら、 ここですよね具体的にねでこれはあの神様が私に与えてくださった素晴らしい恵みの一つですけど違った意味で皆さんもいろんな恵みを見てるんじゃないかと思うんですね具体的にねあの人間の手ではなくてね神の手で起こることには特別な祝福が伴いますよねそしてねえっとこれからえ リバイバルに向かってのねいろんなことが開かれてきます。また、産媒もここで開かれてきましたよね。映像の働きも開かれてきましたよね。もうすでにいろんなことが開かれてきてるんですね。えっと、そしてですね、日本を変えることがね、起こり始めています。具体的にね。それじゃあどうぞ皆さんね、ここにいらっしゃってください。そして、えっと、主の十字架っていうのはね、えっと、荒井先生とも話したんですね。なんて話したのかっていうと、生活型教会とね、 ビジョン型教会が日本の教会って大体生活型教会なんですよね生活型教会ねところがねえっ、ー、と、まあ、荒井先生はねまんばしはビジョン型って言ってましたねでそうだと思いますね、えー、でこの教会っていうのはねえっ、ー、とビジョン型なんですねビジョン型教会っていうのはねえっ、ー、とあんまし日本にないんですだからね ちょっと流れが違うということを感じるかもしれませんがしかしね教会っていうのは必ずビジョンがあるんです目的があるんですねそして神様の計画があるんですねそしてこの教会にいますから皆さんもねビジョンがあるあるんです皆さんねビジョン嫌だっていう人はいいですよ <laughs> そしてね皆さんねそれを行うことによってね神様のもっと素晴らしいとこを見ることができ 神様の働きを担うことができますよねえこれから皆さんねこれからですよすごいことが起こってきますよね栄光が表されてきますねえそのえ土台となりますのでねどうぞいらっしゃってくださいそしてえっとまあお金がないとかえっと上司が意地悪だとかねいろいろそういう方もいらっしゃいますけどもえっと祈ってください皆さんね その程度じゃ皆さんね、ハンキリストの迫害を耐えきれません <laughs>。皆さんね、そして、奇跡を持ってね、主が開かれる方、たくさんいらっしゃると思うんですね。私もこういうキャンプとかなんかで、たくさんの奇跡を見てきましたよね。で、どうぞ見ていただきたいと、こういうふうに思いますね。はい、それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプ <laughs>。 いつもあなたがいる励ましてくれるからだから前前前前向いて後ろ振り返れずに進モイツモいつもイツモ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 イツ前前前前イツモイツモイてモイツモイツモイツ てくれるから、「だから前前前前向いて後ろ振り返れずに進もう」「いつもいつもあなたがいる希望が心にある」「だから前前前前向いて進み続けてゆくんだ」「いつだって涙拭いて生きていけ どうもありがとうございます。えっと感謝の賛美とリバイバルキャンプをね。えっと3月の27日から。4月の1日の予定でですね行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思いますえ、そしてですね。えっと、このキャンプでちょっと驚くことがあるんですね。主の手が入っているキャンプですけど、最初マーニーさんとディズニーランドのキャンプだったんですね。 えー、あそれで一つ何が驚くのかっていうと,、えー、とこのキャンプに来てね変えられたっていう人かなりいるんだ、まああのカ光君はまあ代表ですけどカ光君だけではなくていろんな方々がね変えられたんですよね、あのー神。神様に若い人たちね年取った人も変えられた人いるんだろうと思うんですけど、あのーまあ、聞くのは若い人ばっかですよね。 そしてね、神様に対する献身とかね、道が一気に道が変わったっていう人がね、何人もいるんです。特別にあの主が働いてるなというふうに思うんですが、それともう一つはですね、神のキャンプの作り方ですよね。次々と新しいことが開かれてきて、進んでいくわけですね。最初、マーリンさんでしょそして、アズサガイのリバイバルがポイントになって、さらにスティーブさんがやってきて、そしてですね、 えー、さらに賛美の働きがで、えー、これもねえー、っとリバイバルに向かっての大きなポイントであるというふうに思いますしまた、えー、っとスティーブさんたちがね歌を見てくださいます、まあ、路上ライブをする、えー、こともありますけどね、まあ、その中でや,あのやっぱり感じるのはねちょっとあれですねこちらの歌が通用するなって感じますよね。 またチェコでもそうですけどこちらのまた作詞作曲した歌が相手に入っていくるなんてねちょっと感じますよね具体的にね勝負できるっていうのははっきり分かりますしまたこれからねそこから大きく開かれて神様の働きがね進んでいくっていうことをね我々は見ていくと思いますですからね歴史の証人ああキャンプに出てどういうふうに主が働かれるかそれどういうふうに発展して そしてですね、リバイバルの働きの中に大きく広がっていくかっていうことをね、我々はその中で見ることができますし、特別な例の祝福を感じることができますね。ですから、どうぞいらっしゃってください。で、えっと、こっちの方が白馬より着にくいですけど、お金が高いから <laughs>、日程は多いですけどもね、しかし皆さんね、それは皆さんの財宝を見るからだめ。あのね、えっと、皆さんの財宝を見たら何もできない <laughs>。ね。皆さんの能力を見ても何もできない。 いいですかそんな優れた人がねもちろん私は本当は優れてみんな知らないんだっていう人がいるかもしれませんけど <laughs>、あのー、そんないるとは思いませんよねしかしね神はいらっしゃるんですねで神は皆さんにね必要なものを与えてくださいし神は皆さんをね驚くべきほどに用いてくださいましょねだから、えっと、皆さんの中で、えー、っと自分の才能はこのぐらいにもかかわらずねこんな大きく現れちゃってね主の栄光を表す方々もいらっしゃると思うんですね でですすかららどううぞ皆さんんねね、えー、いいいっっしゃってたただきたいと思うんです、ね、で今不可能と思う人でも本当は導かれてるんじゃないかなと思う人は祈っておいてください。それでね、御心の人は逆転します、ね。神の技が起こってきますので、どうぞあのそのことを、ね、覚えておいていただきたいと思います。えー、とそれとともにですね、えー、と先週は、えー、と西坂でね、えーと、西坂の順教政会が行われました。 えっと賛美の時の臨在がすごかったですね私、あんなすごい臨在の時を見たことはありませんね。だ一つの時を示しているかなと思いますしまたこれから、ね、神様何か新しいことを進めていくんじゃないかと思いますがそのために感謝したいとこういういいに思います <laughs> えっとそれとです、ねえー、っともに前田牧師が横須賀教会の牧師となりましたでこれからの働きのためにお祈りください。 横須賀協会っていうのは最初、えっ、ー、と、トマムシさんたちがやってたんですよね。でも、えっ、ー、と、そこから移動して、その後なかったんですが、えっ、ー、と、横須賀ってね特別な町なんですね。アメリカ軍の基地があってね、なんとも言えない雰囲気のある、えー、あそこに協会できればいいなと私は思ってましたけど、あの、本当にそこにできたっていうのはね、素晴らしいことですよね。どうぞ、あのー、これからの働きのためにね、お祈りください。それとともに、えっ、ー、と、小屋協会で三本町さん、 が小屋教会の牧師となりました開拓が始まりまりすよねで小屋ねしょっちゅう取るんです <laughs>。千葉行ったり船橋行ったりするときねそれでね、祈るんだよ。小屋に教会できよとか命令したりなんかしてね。ですから、できたってことはねありがたいなというふうに思いますし、またそこを中心にねいろんな働きが進展していくでしょうから、そのためにねお祈りくださいますようにお願いいたします。日本にですね586から7かな。 神様が教会を作られるっって言ったんですねですからまだまだあの最初の方ですけどね100台ぐらいだろうと思いますけどこれから皆さんねいろんなところ動きが起こってきますですからえっと横須賀教会と小岩教会ねえノルマ5050 <laughs> 50ずつ作れば100だからね <laughs> ですからノル,ノルマは果たしていただきたいと。 こういういいに思いますそれでえっと聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね。これはあの弱さの問題なんですが実はあのクリスチャン生活でえっと弱さのことをしっかりと理解しないと神の恵みを十分に受けられないっていう問題が起こるんですね。でここでパウロね弱さのことを言っております。 でその弱さのポイントに関して、まずパウロが述べていることがあるんですね。それは何かというとね、傲慢にならないためってこう言ってます。で、皆さんにこう弱さがあると思うんですよね。そしてですね、その一つの理由は、傲慢にならないため。明らかにそれがあります。具体的にね。ああ、自分はこういうふうなところはダメだなとか、こういうのはあれだなとかね。そういうふうに。 思わせることを主が許してくださってるっていうことはありがたいことなんですが慢にならないとねこういう失敗があるとかああいう失敗があるなってこともあるかもしれませんねでその一つの理由は明確に傲慢にならないためですねでこの傲慢っていうのはね神のまた同時にですね神の働きを受け始めるとこういうことが起こってくるわけですよねそれは何かっていうとね 人間の技じゃないでしょ、神の技ですよ、非常に見事なんですね、驚くべき技が起こったりなんかするわけですね。そうするとね、人は誤解するわけですよね。それは神を見ないで人を見るから、誤解をするわけで、リバイバルが今、起こり始めてて、いろんなことが起こったときに、また皆さん言われちゃうでしょうね。例えば皆さんのとして死人が嫁がえったとか、皆さんのとおたくさんの人が救われたとか、皆さんのメッセージをとして素晴らしい技が起こったとか、そうしたら言われちゃうでしょうね。 わーすごいですね,ね。皆さんの信仰がすごいんですとか,なんか言われちゃうでしょうね。で、この時にえっと栄光が違う方向に飛んでいっちゃう。しかしね、神様はえっと私たちに弱さを許すことを通して高慢にならないということをね、こう言ってるわけですね。で、ちょっと気をつけないといけないのは、予言で称賛の霊 きてるねもうだいぶ前にから言われてますよね。で、後ろになかなか来ないなと思ってますね <laughs>。でも、賞賛の値なんて来ない方がいいね。要するに、めちゃくちゃ言われて滅びた人はいませんが、立て上げないで賞賛されて滅びた人はいるでしょ。だから、めちゃくちゃ言われてた方がいいとは思いますが、しかし、 共賛の霊が働くっていうからもう確かに働いてくると思うんですね。で皆さん祈っておいてください。そのためにね。それとともにね、神様はね、弱さを許されることによって私たちが怒らない、高慢にならないということをなしてくださるんですね。えっと、それとともにですね、神様が働きをなすために私たちが弱さを体験するっていうのは 重要な意味合いがある。そして私たちが弱さを知り自分が弱いものであることを知るってことは非常に大きな意味合いがこうあります。入院した時にですね手術っていうことになったんですね。そしたらねえと看護さんたちが言うわけですよ。 えっとね、私はそあの今も若い男性ですけどその時も若い男性なんですけど若い男性の手術はひどいって言うんですねえ戦争を通り抜けた男性というのはしっかりしていると、ね、それから、えー、っと奥さんのいる男性はしっかりしているとところが若い男性が手術をしたら、ね、とんでもないとだから結婚するなら、ね、その手術の後の状況を見て結婚した方がいいと。 こう言われたんでですねそれで私が手術するときにね、もうそういう顔してね、あなたもそういう感じなんでしょうって、こういう顔してうーこう言われたんですね。それでね私はね、新学生だったから、プライドもあるからね、いや、そうはならないぞと思ってですね、頑張ることにしたんですね。そしたら、手術したんですよね。そしてね、起きたらね、1号室にいた1号室でね、よく死ぬ。 ところなんだから1号室入ったからって皆さんね、喜ばないように、あそこ一番人が死んでる。それでね、私は長く病院にいるからね、1号室の意味っての分かるんですよね。何が分かったの一番手間のかかる感情を多くねで、私はね、手間のかかる病気じゃなかったんですね。でもね、それを見たと頭きましたね。私がね、大騒ぎすると思ってるなと思いましたね。で、見たら縛られてる。それも頭にきましたね。 よよくも縛っってと思ってとですね、えー、そしてですね、えー、っと今度は看護師さんが来るたびにね、もう普通の顔をしていることにしました。ですね。そしてですね、えー、と普通に喋ったんですね。もうともかく乱れないっていうね。しかし苦しいから、いなくなるとね、ベッドバンバンバンって叩いたり、頭叩いたり、もうこんな風にやってるんだよで、ゆちょっとこうやってやってるんですね。 えー、しかしね、その中で私は思ったんですね、厳しいんですよね、手術ってね。で、私には思ったんですあ、これだったらね、えー、拷問を受けたのが楽だと。ね、で思いましたね。だ死ぬときにこんな苦しむんだったら、どうせだったらね、拷問と同じようなもんなんだから、あのー、ね、殉、え、教、ー、させてくださいって私その時に思ったんですね。具体的にね。そしたらね、 もう痛くて、そして変な感覚ね。痛いのは大したことないんだけど、変な感覚ね。何とも言えない変な感覚で、ね、それがね、もう大変なんですよね、具体的にね。そしてね、その時にね、ああ、もう耐えられないってとこまで来たんですね。でも耐えられたのは祈りがあるからね、私の場合は。ね、だから、人はあのー、褒めてましたね。よくやったみたいなね。全然違うとかなんか言ってましたけど、全然違わないんだ同じなんです。 私もうダメになったんですね。でね、その時にね、感じたんですね。で、どんなことがあってもね、考えることは自分のものだと思ったんですね。しかしね、その中でね、分かりました。あの考えることさえできない。考えることもね、神様のもので、え考えることも神様の許しなしには何もできないと。そしてね、私ね、そのとき教えられたんで、何もできない。って神様の助けがなければ。で これを教えようとしたなっていうふうに思いました。具体的にね。これを教えようとした。だから弱いってことを教えようとしたんですね。そして、えー、皆さんもご承知のようにね、えっと、太サムあの辺の文学者ってね、キリスト教に触れてみんなクリスチャンになったんです。だからほとんどね、廃墟したんで、ね、す。 で理由は何かっていうとね、あのー、神様に似たものになりなさい、清くなりなさいってね、書いてあるじゃないですかね。そうするんです。そうするんです。そうするんですね。ところが、できないんです。そして多くの、あのー、文学者がね、私はキリスト教を全うできないって、ね、まあ、立法を全うできないっていう意味ですけど、それでね、離れちゃったんです。ところが皆さんね、 立法をやることによってね、何が起こるのかっていうとね、私たちはダメだってことがわかる、ね。だからちゃんとした教師がいなかったですね。だから皆さんがね、えー、と神様の義を求めながらなんと私は罪人で、まあ、神の前に立てないものなんだろうって見えるのは、それが神様が皆さんに教えようとしていること。 だから私は立法ができないから神の前に出れないんじゃなくて立法ができないから神のところに全部委ねなさいっていことなんですね。これが必要なのですね。そしてね神様は何を教えようとしてるのかって皆さんがねダメなものなんですよって教えようとしてる。えっとギデオンもねものすごい奥病になったでしょ。隠れてやってんだ。 しかしね、ギドンが選ばれた理由があるんですね。彼は自分がね、ダメなことをよく知ってたん。勇者としてふさわしくないことをよく知ってたあの。ある方々はふさわしくないからもう私はダメって言うんですが、それはね、人間の論理なんですね。ふさわしくないから神様が名許を与えたことさるんだ。だからふさわしくないからっていうところから始まるんです。いいですかそしてね、どういうわけか。 私はクリスタン生活を送っている時にふさわしくない弱いっていうところを認識させるその歩みの中に導かれましたエリアはすごいですよね450人のバールの預言者と対決してねもう空からえっと火が下ったわけでまあ神様がやったわけ,わけだけどでバールの預言者450人殺しちゃったねそしたらねエリアはどうだったのかというとね イザベルにね脅かされたんです皆さん殺してやるってねそしたらこの450人の預言者をぶっ殺したあのエリアをどうしたのかって逃げ出したんです皆さん荒野に1日入って何と言ったと思います皆さん殺してくださいってもういいですって死にたいってエリアですよ皆さんねエリア弱いんです 弱いんで,すねでもねエリアがいいことはね弱いことを知ってたんです。だから皆さんがね、えー、っとふさわしいことをね弱いっていうことふさわしくないっていうことを知ることは実は皆さんねスタート台なんです。ふさわしくないからもうあなたはもうダメですよとは言わないんですね。例えば、えー、っと私がですね検診した時私は福音派なんですね。福音派の検診者はこれを求められるわけですね。 えそれはね全ての言葉において標準以上ねだからあの要するによくできる人それが検診者って周りが認めるのはこの人はちゃんとできてるぞだから検診者として認めるぞって新学生として認めるぞってね、こういうパターンをとるんですねだから我々もねえそういう意識ですよねでそれで検診してったわけですし進学校に行ってったわけですねでそういう意識に行ってたんですねところがね 私が大学卒業するときに、進学校に行けとは言われなかったんです。よねでどうして言われないのかってね、神様にすぐ検診しろとは言われなかったんですね。どうして言われないのかなと思ったんだけど、導かれてる病院、会社に入ったんですよね。そしたらね、手紙が来たんです。というのは、私、は学生時代、キャンパスクイズレートとかなんかで動いてたので、 えちょっと,えっと私のことを知ってる人は何人かいたんですね。でその手紙は何と書いてあったのかなあなたこそ進学校に行く人ですってあなたか行かないで誰が行くんでしょうってそういう,う,いう手紙なんですね。でも私はね神さんに良しとされてなかったして具体的にね。 どういう意識があったのかっていうと伝道とかなんかいっぱいやってましたね活動もやってましたし実績もあったので私っね心の底で思ってたんですね私はえっと牧師になるあるいはそういう奉仕者になる資格のあるものであるこういうふうに感じてたんですねところが主の示しが来ないんですよね。献身者として歩み出せ いいう示しが来ないんですねそしてね会社に入ったそれで会社に入った時に伝道してますからね、えー、その中で一つ知ったのは、えー、と皆さんにも言いましたよねこう何を言ったのかっていうとですねなんと力がないのだろう伝道、ね、してもね導こうとしてもまさに力がないと相手の心に届かない ですね、形として救われたとしても,もう無理やりこっちが説得して、ね、強引に力で落としたようなものでまさにその人に精霊が触れてるという感じじゃなかったですねですから私はですねもうなんと力のないものなんだろうっていうそういう事柄を、ね、はっきりと確認させられたんですねそれとともにです、ね、私はねこもってたんですねえー、っと自分はふさわしいと思ってたんですね ところが会社に入ってる中で、ふさわしくないっていうのが分かったんですよね。そしてですね、その伝道力がないっていうことと、それとともにね、ふさわしくないっていうことが分かったでしょ。私はね、この祈りだけは絶対しなかったんですね。それでしたんです。何をしたのかっていうとね、私はね、電動車にふさわしくありません。だから、あなたが電動車に導かれなくても、それを受け入れますって、会社の。 階段のところででねねお祈りしたんですよ、ね、で次の日私はあなたを人間を取る領主としてあげようという言葉を受けたんですねそしてねそれはね重要な意味合いを持ちました何の意味合いがあったのかって私がふさわしくないっていうことをはっきりと認識した時選ばれたんです だから今批判中傷でね私のことをいろいろ言う人がいっぱいいるみたいですね。ふさわしくないとかね。それで私はふさわしくないところが出てるから、ふさわしくない。あ、そうですよ。私はふさわしくないというところからスタートしてますよ。あんなものどうにもならない。そうなんです。あんなものどうにもならないというところから私はスタートしてるんですよ。で,で、皆さんね、この時気をつけないといけないんですね。 神様は、ね、何を知らせようとしているのかというと、私たちがふさわしくない、私たちが神の前で正しくない、私たちは罪人である、力のないものであるということの認識を与えようとしている。ある方々は、ね、だから神から離れる、ああ、私はだめだ、じゃないんです。ここから始まるんですよ。 ね、皆さんあの、ペテロをはじめ弟子たちが何やったか知ってますか皆さん、ね、みんなが裏切っても私は裏切らない。このペテロ何人かいるな、この辺。お <laughs> い <laughs> たんですよ、私は裏切らないとかなんか言ってね。それじゃどうしたか知ってますよ。イエス様に捕まったらみんなバーッて逃げ出した。かっこ悪いですよね。あれ映画で見せてもらおうかな。<laughs> 神様見せてくださいって言ってイエス様が捕まった時の十二弟子の様子まあイスカリ予定ユダは別としてねでヨハネなんて裸で逃げたって書いてあるのねみっともないですよね全員裏切っちゃったねでもねその時にペトロはね私こそはって言ってるんですねほの者が裏切っても裏切りませんだからね自分はそういうもんだと思って でもね、神様に知らせたんですね。あなたはただの罪人ですよって。力がないんですよって。ふさわしくないんですよ、ね。それをね、教えたのです。そして、ね、皆さんね、えーと、あるクリスチャンは誤解してふさわしくないから神の前から離れたり、誤解してふさわしくないから、えー、神様の働きから離れたりする方ってね、多くあるんですね。しかし皆さんね、ふさわしくないから神様が祝福される。 だかふさわしくないことを土台として愛もということですね。何かえよく川で溺れてる人があの信頼しますね助けに行った人が信頼するのはどうして信頼するかというとまあ結構ね泳ぎに自信のある人が助けに行くみたいですね。 ところがね、溺れてる人は、ね、力があるから、こうやって、ね、しがみつくんですね。そうするとお、おお泳ぎきれなくなって、共に死んじゃうとで。上手い人はね、待ってるって。それは何かというと、もうこうやって、ああ、助けてって時に助けない。ああ、助けてって言ったね助けない。そしてね、えー、もうね、力がな,かなくなって、もうダメだめだって、ああってなった時に助けに行くって、ね。こう言ってますね。そして皆さんね、 えっと弱いところに神様が働かれるというのは何かというと私たちがそのことを自覚して神様助けてって神様のところに行った時に神様あなたの御心を行いますって神様のところに行った時に皆さんね神様が働かれるんです。 なぜ現れてくるか神様が働くか神の力が現れるということですね。そして皆さんね、私たちが弱さを知ることは必要なんです。なぜなら弱いからふさわしくないということを知ることは必要なんです。なぜならふさわしくないから誰もふさわしくないのです。皆さんね、具体的にね。しかしね、それを神様が愛されて選ばれて祝福してるのです。だから私たちはふさわしくないままで神のところへ行き、 ふさわしくないままで神に頼りそしてふさわしくないままで神に求めるときに神の強さがね私を通して表されてくるということをね覚えておいてくださいお祈りします。たださまお人およそのうちに豊かに働き三円御横と宮沢を荒らしてくださいお願いいたします示されたことを告白することによってその信仰が働きますから神の技が進む方がいらっしゃいます。 手のどうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢をあらしてください。また、何かふさわしくないので自分はダメだと思っていた方がいらっしゃいますが、これはきちっと悔い改めて主のところに行くように、それが土台であり、神様はふさわしくないということを土台としてえ皆さんに祝福を与えようとしています。様どど豊かかに導きサイン御と見をあらしてててくださいかつて示さいつ示れたことがあって えそれを握ってはいるんですが、えー、信仰の歩みをしていない方がいます。信仰の歩みをするように栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やいれたものこ時、を持ちたいと思います。それです。各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お人お人の過動精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イ意識しス,キストの見合って病の力を打ち砕く。 イエスキリストの宮やって目、お主長者の過動精神かやめのるさい。イエスキリストの宮やってお主長者の過動精神目つ癒され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 イエスキリストの宮やってお主長者の過動精神に癒しを宣言せ。えっとなんかこう目の色の識別がこのあのできない方がいらっしゃいます。これが癒されました。色名が癒されました。えー 心臓が、えー、不整脈の方がいらっしゃいました。えー、機関士が悪い方がいらっしゃいました。エスキリストのを見合って、ご視聴者の方と精神にやしを宣言する。感謝します。エスの名前によってお願いします。あめ、どうぞお立ちください。ああ。 主イエスキリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しき交わいが私たち一同ともに常しえにありますようにアメンどうぞお座りください報告をいたします、えー、スナイオキャンプが3月1日ですねどうぞ皆さんいらっしゃってください はい、感謝と賛美とリバイエルキャンペーン3月27日です。はい。それからダビデ・マイダ牧師が横須賀協会の牧師、ヨザク・サ三本松さんが小岩協会の牧師となります。えー、来週、安州式ですね。はい。中国政界、横浜政界が行われます。えー、J ・ゴスペル・コンテスト、関東予選が行われて、以下のチームがね、8位までが。 えっと、白馬大会必要ですね。あとは自転枠になります。感謝の選手が四時半から。あとはいつもの通りです。はい、報告お願いします。白馬スネルゴイキャンプが三月の一日から三日の日程で行われます。朝夕の正解、また、見た目の賜物のセミナーと実践。 白馬クリスチャンフィルムフェスティバルなど非常に充実したプログラムとなっていますまたこのキャンプはどなたでもご参加いただけるキャンプとなっておりますまたスキースノーボードなども楽しんでいただけますのでぜひご家族ご友人お誘い合わせの上お越しください白馬スネルゴイキャンプのウェブサイトも開設してございますのでそちらの方も併せてご覧くださいお待ちしております 白馬のヤングの賛美大会に向けての予選会が行います。で、えっと21歳以下とキッズの部ですけれども、2月の26日が安定。ok 協会の予選で、3月5日が関東予選となっています。えっと26日の安定沖予選に出られたい方は、あの入り口のところに紙が貼ってありますので、ご記入ください。 雲の間にある二次出版からお知らせです月刊誌雲の間にある二次の3月号が発売となりましたぜひお買い求めになってお持ちくださいますようよろしくお願いしますはい。それでは礼拝を閉じたいと思いますどうもありがとうございました